薬島スミレは、スミレかスミレ属の植物。南西諸島の固有種である。小型のスミレであり、渓流の湿った岩丈、または産地に自生する多年生植物である。体細胞染色体数は 2n イコール24である。花柄は、糸状で細く、高さは2から4センチメートルになる。花は、白色で小さく、わずかに、泡紫色を帯び、 5から7月に開花する。花弁は長さ10ミリメートルで、東卵型をしている。額は皮心型をし、長さは3.5ミ、mm、リメートルで先端が尖る。新弁は短く、皮脂型に近く、紫色の乗線が入り、日は短い。果実は、果てで長さ3から5ミリメートルほどの楕円形である。葉は緑色で小さな三角形、または、 平田三角形をしており、数は3から6枚、長さは4から15ミリメートル、幅は4から10ミリメートルである。しばしば展開して地に広がる。葉の円には3から4個の波状の巨子があり、円の近くに荒い毛が生えている他は無毛である。側脈は2から3本で、時に白斑を出す。傭兵の長さは15から20ミリメートルである。地下径は細く、間隔をあけて結節し、 繊維状の根を張る。開花後に分子して長く伸び、新しい株を形成する。花は、ヤエヤマスミレと似ているが、ヤクシマスミレの新弁が他の弁義よりも特別短いのに対し、ヤエヤマスミレはそれほど短くないという違いがある。葉は、ヤクシマスミレの方がヤエヤマスミレより小さい。ヤエヤマスミレの足とする文献もあり、 アッシュとする場合の学名は、ビオラ・タシロイ・マキホ・サブスプ、岩川栄計ニコッチである。ヒメミヤ・マスミレの変種であるヤクシマミヤ・マスミレと似ているが、葉がほぼ三角形である点や、地下形でよく繁殖する点が異なる。ヒメミヤ・マスミレよりも小型であり、ヒメミヤ・マスミレの変種とする見解もあり。 その立場からの学名は、ビオラ・ボイシー・ウアナ・マキのバリエーション、岩川へ多い、e、と表記する。日本の薬島、奄美大島、徳之島、沖縄島に分布する。琉球大学の横田正史と、伝太哲郎による研究によれば、薬島スミレ類は、沖縄島産薬島スミレの系統と奄美諸島、薬島産薬島スミレの系統の間で更新よ、前期に文化が起こったことが示唆されている。 沖縄県国神郡国神村にある安波の田中アグムイ植物群落にも薬マスミレが自生するが天然記念物に指定されているため採取してはならない。野生種の保全状況評価は鹿児島県が NT、沖縄県がビューである。1909年9月に牧野富太郎が薬マに植物採集に訪れた際に発見した植物である。 種商名の岩川井は、牧野の植物採集に同行した岩川角野城への懸命である。干渉に強され、植木鉢に植えて栽培することがある。1993年3月には、種病法に基づいて、薬師すみれを交配して作出された栽培品種、群地鶏紅り、くが品種登録された。ありがとうございます。